German Brunswick Police Anniversary Tour January 4th, 2012 Wrestling Kingdom 6 in Tokyo Dome. 行われました国際賞選考会で、はい、棚橋選手がですね、MVP に選ばれました、1年間ベルトを守り通して、10回の防衛を果たして防衛戦の内容が全て、ハイクオリティだったと、ファンの期待度も高かったと、また試合以外でも、プロレス界を背負って立つんだという責任感が感じ取れて、こういった姿勢も、高く評価したいという選考理由によりまして24票中23票の圧倒的支持を含めまして、2年ぶり2度目の MVP ということで、受賞が決まりました。2011年、東京スポーツプロレス大賞 MVP いただきました棚橋です。ありがとうございます。そうですね、この1年間防衛を続けて VT 達成したってことも大きく評価していただいたんですが、そうですね、僕が本当に日本全国回りながら印象に残ってるのはやっぱりこうプロレスを見て、盛り上がってくれた、ファンの方々の笑顔、もうそれがもう本当に心に残ってて、この場をお借りして、日本全国の新日本プロレスのファン、棚橋宏のファンに、ファンの方々に報告したいと思います。ありがとうございました。MVP2 回目取らせていただいたんですけども、プロレスの試合の一個一個の試合の集中力であったりとか全力プロモーション、その他なんとかねプロレスを広めようとしていく、毎日 やってるってこと、やってることはもうここ5年間、もう本当にここ5年間チャンピオンになってた時から、その姿勢っていうのは変えずに来たのがまたね良かったかなと思ってますし、そういった意味ではこの5年間俺の中では俺が MVP です。5年連続受賞ぐらいのね勢いで、こうして MVP 受賞したらまた来年、またハードルが上がると思うんですが、勢いを止めず、また来年さらなる期待してもらうにはやっぱり変化、そして進化っていうのが必要だと思ってくるんで、そこは最も僕が得意とするところなので、2011年まだ数試合しっかり締めて2012年も大いに期待してください。ありがとうございました。 MVP きたアンチエイジングを掲げ、同世代の中でですね、体を壊す選手が多い中でですね、長谷選手は春季の活躍を見せたと、あの年齢で負けず嫌い感がすごいと、大人げなさがいいと本当に書いてあるとで、棚橋選手の試合に行った時悔しくて泣いていると、そういう意味では秋山選手の刺激を受けて、もう一度その奮起したんだろうというような感じのこととですね、あと、2年前かねてよりですね、銅像になっていただくなどですね、本誌を通じた、情報発信がですね、非常に銅像が効いたわ、本誌での貢献度も高くですね、なおかつ、長ダンスといったですね、華麗な秀逸なパフォーマンス、華麗と評価する華麗で秀逸なパフォーマンスが、プロレスファンの心をがっちりつかんだということでですね、ドラゴンゲートの望月選手と同時受賞という形で関東賞おめでとうございます。棚橋選手、コメントを一言いただきたいと思います。コメントですか。はい、トースポ大賞関東賞いただきました。ありがとうございます。実はもう二度とトースポ大賞には縁の私はないと思っておりましたが、なぜかここに来て、いただくことができ、恥を顧みず、世間にさまざまなことを発信して
リング上もリング上でやっぱりそういうそれだけじゃなくリング上でやっぱりその全身全霊戦いを表現したことがまあこういう結果につながったんだと、まあ今回の受賞非常に素直に、なんか喜ばしく受け取らせて受賞させていただこうと思います。はい。ここ数年、はい、候補に受賞者候補に名を連ねながらですね、はい、あと一歩毎年名前は上がってるんですけれども、はい、そうですか、はい、ということだったんですけれども、まあ、一番悔しかったのはですね、それはないだろうと思ったのが2008年のベストバウトカートアングル戦を外されたことだけは、ずっと根に持ってましたけど、あれは今でも僕の中では、あの年のベストバウトを持ってましたし、ますし、自分の人生のベストバウトでありますしね、あれがありますので、あの試合を超えるようにいつも心がけて、いろんな選手との戦いをしてって、まあ、あの試合を目標に、まあそうですね、戦ってるのが常に戦ってまして、まあ、あの試合を超えるようにこれからも頑張ってきてですね、やはり来年はじゃあ MVP とか MVP？ いや、取れるのは取りたいけどね、まあ、だから43歳でこのもう縁のないと思われた東スポ大賞の関東賞をいただけたということで、まあ、その今後そういう、まあ、MVP なりベストバーズなりという、ね、受賞、まあ、年齢がいったからね、受賞ができないとかではなく、その年齢以上のパワーを、ね、出せるように、まあ、今年だけではなく来年以降もアンチエイジングのテーマ、これはもう僕のレスラー生活 のレスラー生活続ける上でのテーマとしてですね、まあ頑張っていきたいですね。New Japan Pro Wrestling Police Anniversary Tour January 4th, 2012, Wrestle Kingdom 6 in